ちゃんといい音で練習してますか。試し弾き。はい、こんにちは、山口和也です。今日も皆さんのギターライフは少しでも豊かになるよう情報を発信していきます。皆さん練習してますか？練習は1日サボれば自分が気づき、3日サボれば嫁が、1週間サボれば息子が気づくなんて昔から言いますが、好きになったギター楽しみきるには練習あるのみですよね。でもなんか最近モチベーション上がらなくて、何を練習してよいかもわからないんです。はいはい、よく聞くセリフなんですけれども、ちゃんと練習環境こだわってますかって話ですね。思い立って5秒でパッと良い音が出て、パッとバッキング鳴らせて、パッと没入できる、こういう環境作れている人はそんなセリフ言いません。人間のやる気なんて10秒で消えちゃいます。良いと感じる音が出ないとなおさら。あなたが悪いんじゃないんです、環境が悪いんです。忙しい現代ギタリスト、秒でクオリティの高い練習ができないとですよね。ということで良いもの発見しちゃいました。ポジティブグリッドのスパークです。これ良い良いと噂だった最新の練習用アンプなんですけれども、代理店さんからお借りして弾いてみたところ、とにかく音が好きってなっちゃったのでご紹介してます。今までいくつも練習用アンプ試してきたんですけれども、個人的にトップクラスに音が好きです。基本的にアプリと連動させて使いますが、アンプエフェクトが豊富。とりあえずアンプ見てみると、こんなのとかこんなのとかこんなのとか、いい感じのが30種類入ってます。ではちょっといくつか鳴らしてみましょう。はい、いいでしょう。今の音はクリアに聞いてもらうためにヘッドホンアウトから撮っていますけれども、後ほど聞いていただくスピーカーからのサウンドも印象が遠くないです。もちろん最新のアンプなので他の機能も一味違って超賢いんですよね。まず1つ目、 YouTube 動画とか Apple Music、Spotify とかにある音源を鳴らせるだけじゃなく、コードを自動で解析してくれます。こんな感じ。いやー、これは賢いですね。好きなアーティストの曲の耳コピの助けにもなるし、すぐジャムれます。さらに2つ目、パッと思いついたコードを弾くとすぐにバッキングトラックを作ってくれます。サクッとやってみましょう。まず3人の中のミュージシャンからジャンル感を選びます。テンポを設定してざっくりコード進行を弾いてみます。
するとこんな感じでバッキングが完成。簡単にジャムれます。まあ正直あんまり複雑なコードとかリズムは難しいみたいなんですけれども、シンプルなやつはいけましたね。そして3つ目、世界中のスパークユーザーとプリセット共有できるトーンクラウド機能です。これもインスピレーションを刺激するにはいいですね。今日はこの音色でリフ作ってやろうとか、これが PC に接続したりだとすぐやる気なくしちゃうんですけども、この手軽さだと本当に助かりますとか褒めていると、またいいことばっかり言って、前にも練習用アンプ紹介してたじゃん、結局どれがいいのよとかいう声が聞こえてきそうですが、こればっかりは好みだし、それぞれ強みが違うんで、皆さん自身の耳で比べてもらった方が早いと思います。というわけで我が家にある人気練習アンプガチンコ対決行ってみましょう。はい、まずもはや定番と言ってもいいかもしれないヤマハの THR です。そして圧倒的コンパクトな手軽さと多機能で爆売れ中のニューエクスのマイティエア、これらと対決してみましょう。とは言ってもサイズも価格も機能もバラバラで比べきれないので、とりあえずサウンド1本で比較してみたいと思います。個人的な好みのクリーン、クランチ、ディストーションサウンドをそれぞれのアンプで制作、ヘッドフォンアウトとエアの2種類の録音方法で検証してみました。結果はどう出るか聞いてみてください。どうぞ。
はい、いかがだったでしょうか。それぞれ違うもんですよね。まずこのマイティエアはこの小さいサイズながら迫力あるサウンドが出る機種で毎度びっくりさせられます。細かいことを言えばこの樹脂の筐体の鳴りがあるのでどうしても中域に癖が出るのは否めません。こちらもアプリ操作がメイン、加えてワイヤレス内蔵充電可能で手軽に場所を選ばず練習したい方におすすめです。こちらの THR は何といってもエア感でしょう。素晴らしく空間に広がる音像は唯一無二です。反面リアルアンプとは違う感触なので好みが分かれる部分かもしれません。アプリに頼らず本体で多種多様なサウンドを作れるというのはアナログ派も安心。こちらも便利なワイヤレスバッテリー内蔵です。そしてスパークはこれらのオーディオ的なフルレンジスピーカーを使用したアンプの中ではいわゆる本格的なギターアンプの鳴り方に近いように感じました。凛となる真空管の響きを意図的に再現してますよね。前にグッと出てくるサウンドは音量を上げずとも迫力を感じることができます。やはりアプリ機能が充実しており使えるアンプタイプも一番多いので機材好きこだわり派にも安心です。ワイヤレスが付いてないのは残念なんですけども、ワイヤード派、サウンド重視派にはおすすめです。はい、という感じだったんですけど、皆さんはいかがだったでしょうか？ぜひ参考にしていただき、練習環境を充実していただけたらと思います。これね、スパーク、気になった方は概要欄からぜひチェックしてみてください。よかったらチャンネル登録、高評価、コメント、シェア、全部まとめてよろしくお願いします。会った時にチェックしますからね。ということで、今日はありがとうございました。ぜひチェックしてみてください。バイバーイ。